はい、ということで皆さんこんばんは、リーチョーです。今回ですね、フレディーズバトルグラウンドっていうゲームで遊んでいこうかなと思います。フレディーズってわかりますか？ファイブナイツアットフレディーズの略です。なんか単発のホラーゲームのやつですね。なんかあの監視カメラを使ってなんかいろいろな部屋行くんですよ、バン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 って。それであのフレディっていうクマから逃げるみたいな、クマだっけからなんか逃げるゲームがあるんですけど、それのレインボーフレンズバージョンみたいなイメージ、フレディがレインボーフレンズ風な感じで襲ってくるみたいなイメージで大丈夫です。だからまあ実質レインボーフレンズ風ゲームですね。実況者さんとか基本一人で撮るから難しくなってんだけど、これ 12,3 人とかでやるとめちゃめちゃ簡単になっちゃうから、一回みんな俺についてこよっか、俺についてきてやるみたいなスタイルでいこうかなと思いますので、さあ早速やっていきましょう。フレディーズバトルグラウンドです。今回ね、ほらレインボーフレンズって段ボール入れるじゃん。あのこんな感じでなんか警官になれます、これ。細いね、ほら。でもなんか時間が来ると戻る、一時的、ずっと入ったりはできないらしい。あーよかった、生きてた、よかった。直立、のっちゃん直立してる。これ労働遅いね。来た、来ました。もう毎度恒例レインボーフレンズ系、毎回乗ってます、乗り物に。で今回フレディーズプレイグラウンドというところに着きました。これ動画のチャットとか見えないですね。チャット多分打てなくなってるんですね。ムービーは見るしかないのかな。うん、来たわ。これってこういうゲームなの？ボットモード、プレイヤーモードである。あれ、なんか俺が見てるやつと違うかもしれん、もしかしたら。あ、しかも俺やん。ちょうどいい。ちょっとやっていこうぜ、じゃあ。あ、そういう感じ？ほら、これ僕です、これ。やあ、みんな。ようこそ。遊び場へようこそ。僕はリリチオだ。5日間夜を生き残ると、お前は脱出できる。パーティーの時間だ。すべてのマフィンを集めてここに置いてくれ。頑張ってくれよ。夜1いました。え、これずっと俺が鬼やっていいの？じゃあはい、来ました。ということで、はい、僕ここで待機しておきますわ。じゃあ動画班やっていいよ。さあ、クロワさん煽ってて大丈夫なのかな。来ました、始まりました。なんかさ、動画班アイテム持ってるわ。それでなんかテレポとかできるっぽいわ。まあでもみんなまだこれ1日目の夜だから。皆さん、1日目の夜なんで、合計5日間分の間に全部させればいいってことでしょ、要は。何の問題もないですよ。しかもこれ何試合もできるからいいね。入り帳が逃げパターンも取りたいね。残念。甘いよ、3号パイセン。鍵とかもあるんだ。あー、やられた。ナイスーって。これちなみにさ、死んだ人間どうなんの？リトルとか三号くんどうなんの？これ画面バグって、あ、じゃあ復活しないのや。そうですよ、これ5日分ですよ。はい、やあみんな、なんか減ったね、人がね。やあこんにちは、おかえり。いや、1日目生き残ってくれて驚いたね。とにかく、あー、ピンキー来た。え、仲間が増えた。爆発物のお楽しみをどうぞ。頭を下げないようにしようね。あ、とにかくマフィンの準備ができた。でもお肉がなくなってしまったよ。来ました、夜2でございます。待って、仲間が増えるってこと？シンプルに。じゃあほら、ボットがいる。みんな見て、隣にマフィンに肉いるってどういうこと？黒羽、俺全く同じこと思ったわ。 There you are. スタートだ、行くぞ鳥ちゃん、行くぜ。さあ、ここの部屋にはいないね。鳥ちゃんがね、ほら、マフィン爆弾みたいなアイテムを置いてくれてますね。でもこのアイテムに当たることによってダメージが入ったりするんやろうね。さあ、相棒の AI と一緒にやっていきたいね。さあ、今、グソクムシいた、グソクムシいた。はい、のっちゃん捕まった。いや、逃げられたか。待って、マップ広いぞ、これ。うわー、逃げられた。ほら、テレポートがあるらしい。さあ、まさかのプレイヤーのリリチュよりも AI の方が強いという謎な現象が起きてます、皆さん。プレイヤーの方が弱い。だからこれワンチャン AI だけにやらした方がいいんじゃないのか説も出てきてますけどね。残念でした、お化けちゃん。あー、足遅くするじゃない。ちょっと待って、しかもさ、みんな見て、これ地雷の数えぐくない？これ無限に置けるらしいよ、地雷。ほら、なんか回数制限がないっぽい、この AI。 化け物でしょ、じゃあ。はい、ポテトも捕まった。けど、生き延びれたね。ドアでガン待ちしてる？AI が？AI、ドアガン待ち覚えてんの？
ナイト3のスタートです。残ったのは4人と。うーん、美味しい。飲む飲む飲む。はい、ウルフくん来ました。ウルフはまだお腹が空いているようだな。おっと、ウルフが自分の食べ物を見つけられるように檻を開けるんだ。何か問題がある？どうしたの？とにかく喉が渇いた。お水を探しに行こう。だって。ナイト3。さあ皆さん、ついにウルフも出てきました。当てますか？ラドンさん大丈夫ですか？生存者5名か。以上、手を抜いてくれんか。いや違うよ、クロハ。俺が手を抜く抜かないの前にボットがキルしてるんよ。よし、オッケー、テンプレチャーやった。甘いね。さあ行くぞ。早速一人捕まえたで。はい、コマンダー捕まった。ウルフの役割って何なんだろう。なんかあのレインボーフレンズでいうオレンジみたいな感じで自動でわーっていくんかな。 AI が外役戦術らしいぞみんな。あ、ほらレインボーフレンズのオレンジやこれ。ほら自動で走って動いてくれるんだ。あ、サンゴクも捕まった。え、待って、これガチでむずいかもしれんね。はい、ラドン、オッケー。さあ残り2人でございます。でもクルオハと誰だ。クルオハ誰やろ。さあいたぞいたぞ。でもそう、ほらアイテム使われるとねテレポしちゃうからな。あ、あ来た、ウルフや。すごい。あー、なるほどね。このエリア内を突っ走ってくれるんや。うそー、やられたわ。さあ残されたクルオハ1人、そして、ナイト4です。ちなみにナイト5までありますからね。あと2日分生き延びないといけません皆さん。わあ、まだ生きてるのか。感心したよ。君が寝ている時偶然水をこぼしちゃったんだ。滑りやすそう。お部屋を回収しよう。だって、あ、エリア内に滑るエリアを用意しました。だって、なるほどね。水中には何も潜っていないと思う。どういうこと？水中にいる敵ってことじゃ。どういうこと？さあ敵は増えないんですかねこれ以上。さあ20秒後にスタートです。おい、おクロハ、あれクロハ、あれボットモードで行こう。一回全員協力でいかん。でもこれプレイヤーモードやばいよ多分。ということで皆さん、ボットモードにしましょう。プレイヤーモードだとあまりにも難しすぎたので、これ動画班ガチでやらないと無理ですね。ボットモードでマジでやりましょう。一回クリアせん？全員生存できるまで終わりません。のっちゃん、そういうこと言うとよくない。はい、来たよ。よし、みんな座れ。うん、誰も座らんやん。レッツゴー。さあ、行きますせー。さあ、マフィンだね。エリア内のマフィンを、合計25ですね。集めれば OK という形になってます。あ、ほら、マフィン持ってるプレイヤーもちゃんと表示されるんだ。すごいね。ほら、こんな感じで持ってたらいいらしい。ほら。しかもこれ、2個持ちとかも可能なんやね。だからなるべくここら辺もバンバン集めていくわ。ほら、ここら辺集めて。よし、持っていこう、持っていこう。テレビ一緒に行こう。相手はボッタやぞ。さすがに。来てる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 。ポテトそこいるかもしれん。いない？いない、ね、よしよし、大丈夫大丈夫。行こう行こう行こう。でね、これ、扉開けた先にいる可能性あるから、そこで気をつけよっか。いないね。よし、オッケーオッケー。置く、置く、俺も置く、俺も置く、俺も置く。置きまーす。オッケー。三つ分置いた。いるわ。いるいるいる。あれ、さっきいなかったぞ、こいつ。あ、これが最初の敵か。じゃ、俺ってやっぱバグってたんかな？あのキャラクターは。あ、マフィン持ってるプレイヤーいないですね。あと一人。あ、バツキー！あーって。ナイス、オッケー、完璧。まあまあね、ここはまあいいですよ。夜市はそんな難しくないと思うわ。みんな問題はこっからじゃない？なるほどね。やられた人間には罰がついていく。何これ？え、これ知らないこれ。Hello, can you hear me? 聞こえますか？私には時間がないって言ってる。煙突、自分のものを隠すのに使ってください。何？煙突って。彼らを信じないで。私が説明します。もっと後で。どういうことだ？あ、まつきいなくなりました。あ、スモークね。皆さん、多分こっからが本番だよね、動画班。このピンキーくんだっけ、うん、倒れてるけどね。うん、倒れてるけどね、思いっきりね。180度回転してるけど、多分こいつがやばい。ピンキーの声が動物の森、そうなよね。
なんか動物の森のバラ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 にして聞こえんわ。お肉を集めていくということで、これですね。これを回収しないといけません。でやばかったらみんなあれだね、スモークを使って隠れないといけないよ。ペアペアちゃーん、あ、びっくりした、あ、びっくりした、白クマかよ。置いた置いた置いた。ほらこの間は無敵らしいわ。さあでもまたナイスー。さあで皆さんやられてしまいましたよまた。で問題は次からです。もう次からがもうごまかし期間から、もう全員もう短期決着でええんちゃう。もう全員でわーっと取っていこっか。もしこれを聞いていたらよくやった、2日目の夜生き延びたね。この遊び場は罠だ、必ず脱出しなければならないとみんなに警告しようとしたんだ。でも彼は私がいつもにか止めてくれた。ああ、彼エルモなんちゃらかんちゃら、もう聞こえんくなったね。これ誰なんだろう、これ無線かなんかで話してくれてる人は。行こうじゃあみんなの衆、行くぞー。この今回お水だね。お水をでも10本か。言うてそんな多くないんだね。動画案が1人1本とか2本集めればすぐ終わるぞ。はい、始まりました。動き出したよ。問題、おお、のっちゃんかびっくりした。問題はウルフがどっから来るかよね。あ、待って。いるわ、ウルフ。ウルフはマジで音聞かんとやばいよね。しっかり聞かないと。いないね。うん、バレバレや。うん、バレバレや、お前。翼のせいでバレバレじゃ。3号パイセン！あと2本探さんというか、グズゴシついてこいじゃ。とりあえず、音聞けばいい。音聞けば問題ないから。音聞いてやばかったら、変身すればいいからな。今、いたぞ。グズゴシやられるぞ、お前そこ。OK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 。待って、これ移動すらできんぞ。でも、テルキとラドンが1本ずつ持ってるんやったら、今現状8本やから、あと2本は取らんといかんぞ。オッケー、テルキ2本だって。テルキ2本なら、あとラドンが1本。じゃあ多分どっかに1本落ちとるんちゃう。ナイスー、オッケー。もしもし、こんにちは。まだ生きてるのか。よし。で、これがさっきのところ、あのクルオハがスタート前に水でやられたやつだよね。なんか水周りにいるらしい。水たまりの中に潜んでる化け物ってことでしょ。え、クルオハどんな感じだったの。近づいたらダメやったん。あのもう水に触ったらダメなんや。じゃあ絶対触らないのせんていかんね。さあ、こっからが未知の世界ですよ。第4位やですね。行きましょう。これ何休めるの？あ、でも言うて8やぞ、8。そんな数多くないで。この水踏んだらダメらしい。うわ、これ至るところにあるぞ。確かにこれいけるね。オッケー、俺、1本拾った。ほうき。これ、ほうき？モップか、モップ。ポテト！待って、みんな。みんな、水たまりにある。水たまりにさ、モップある場合どうしたらいいの？みんな、水たまりの中にモップがあるんだけど、なんかめっちゃ音する。クルオハー、クルオハやられた。よし、テルキ一緒に持っていくぞ。ここ大丈夫じゃない？ここエリア入ってない、エリア入ってない。どこだ？でもこのね、ここの先があれになってる。ノット、出待ちがひどい？ OK、大丈夫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 。よーし、2本持ってきた。うわ、マジか。みんな、これあれだ。扉開けたら終わる。これ。これ結構やばくない？扉開けたら積むってやばくない？ほら。あ、じゃあ、待って。今、この魚がいるってことはさ、テンプラちゃんいけるんちゃう？今、ほら、向こう。ほら、今ここにいるよ、魚さん自体は。ほら、あ、今はいいんだ。来てる、来てる、来てる、来てる。グソコシ大丈夫かそれ。グソクムシ逃げろ。こっち来てるわ、グソクムシ。待って、これやばい、ここ。来てる、ウルフ来てる。グソコ、上がった方が、上がった方が、上がった方が。ナイス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 。あ、あー、4本持ってるだって。4本持ってる。じゃあ大丈夫だ。三国が持ち帰ればクリアや。じゃあ。ナイスー、オッケー。ってことで、これラスト夜5やな。夜5。何人残った？ちなみに結構やられたよね。うわ、5人だ。もうほとんどいなくなった。 Can't speak for much longer。 あまり長くは話せない。あ、私のこのラジオはシャットダウン寸前だ。彼はアニメトロンをコントロールしすぎている。すべてを倒すことは不可能だ。逃げなければならない。そうすれば捕まるぞ。部屋から出ていくのが見えるか。そのドアを爆破しなければならないと。マジか。だからダイナマイトと場所を見つけて扉をぶっ壊すってことかな。
私のコーン完璧主義は死んでいる。なるほどね。え、なんかうわー、これさっきの魚のやつや。なんか全部文字化けしてる。みんな手に入れるよ、死ぬ時が来た。なんか今までと雰囲気が違う。あ、なんか闇落ちしてない？夜5さあ来た、やるぞ。よし、みんなダイナマイトを5、ダイナマイト5つ見つければ OK。 さあ今までで一番難しい戦いが来ましたね。ダイナマイトを出口のドアへ置こうだって。あとさ、みんな暗くてわからん。しかもさ、出口どこ？みんな出口どこなん？こっち？来てる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 。危な。待って、みんな暗すぎる。かつあれや、狼のあの位置が出てない。狼の予測位置が不能だ。不足飯やられた。あ、こっち開いてる。みんなこっち開いてる、こっち開いてる。オッケー、あと3箇所。オッケー、あと1箇所1箇所。しかも誰も持ってないね。うわ、来てる来てる、狼来てる、狼来てる。天ぷらちゃん手抜き。やばい、みんなあと3人ぐらいしか残ってない。俺と3号くんとラドンか。え、てか逆によくここまで生き残れたの俺らね。おい、絶対生き残るぞ。え、マジでさ、暗すぎてさ、ダイナマイトがわからんのよね。あった、あ、ラドンあった。ナイスナイスナイス。よし、みんな三国出口で待とう。もう3人でも生き延びよう。ナイスラドン、置いて。いいよ、きたー。ああ、よかった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 。生き延びたぜ。走ってる。リリチョしかいないけど、あと腕が変わってる。俺の腕、なんか俺の腕ぶっとくなってる。パスト、急げ、こっちだ。さあ向こう走っていった。ただ監視カメラで見られていると。だから彼らは脱出することができたんだ。これはゲームオーバーではない。ついていくよ。第2章近日公開、カミングスーン。なんとか攻略と、いうことなので、皆さんやってみてください。フレディーズ、プレイグラウンドでした。フナフを元にしたレインボーフレンズ風ゲームと、いうことで、まあ、チャプター2が出次第でまた動画上げようかなと思いますんで、今後とも応援よろしくお願いします。はい、そういう感じで今日の動画終わりです。皆さんお疲れ様でした。